あのこの原爆の落とされたことについて、数日前にね、動画で喋ってたんですけど、その動画、うん、ミスって消したのかって見つからなくて、でこのね、前の消え、消させられたのかなって、ちょっとね、私の解釈はちょっと間違ってたのかなってやつで、分かってることだけでいい、<laughs> 怒った感じで言ったでしょ、あの、ババアのやつで。やっぱ間違ってたのこれ で日本はもともとは侵略国なので、勝手に戦争を始めた側のね、何も悪いことしてない国の人たちのところを戦、ね、殺しちゃったりとか死に、戦争を起こした側の国。で、そんなんやろうから終わらすってやつで原爆で終わらせたってやつ。 それをなんかもう、原爆を落とされて被害者なんですみたいな言い方のやつか、これね、怒ってきたでしょ。これね、一番高いやつではない。でもまあ、高い側よりではあるんですけど、技使えるのかな人人を操ることできるのかなみたいな、ちょっとわかりにくい側で言って。うーん、これ。 でこのね前動画で喋った時は広島のあの納めてる神が黄色なんですね黄色でなんか楽しいってやつって周りの人のねその納めてる土地の感じは分かっても納めてない土地の,の神とかそういう人とかどういう感じのの心なのかとか全然読もうとしないというか。 そういう感じで、まずね長、長崎って言いましたっけど、私、広島って言ったよな。わからなくさせられました。長崎は、そっち系でね、なんか良くないんですよ。相手のことを何も考えない系の、そういうのは良くないってやつ。で、広島は最近もずっと言ってる、大山積みのやつで偉そうっていうかね。それで良くないって。で、両方ともなんか良くないから、日本で選ばしたって、 前,も前の方のに、ね、消した方の消してしまった動画では言ったんですけどこれねまあガチでは伝えてないけどそういう感じを伝えるのがあったので言ったんですけど広島と長崎を選んだって元のそういうのだからでひえ広島の場合は大山積みで。 やっぱね、大山積入るとどういう感じかも、ずっとライブ配信と動画で言ってるで、それで見ていただければなんですけど、大山積み特に、右目玉が入ると、周りをね、周りの感じをまず受け付けない感じ。これもちょっと広島とはちょっと違うんですけど、前から私がスピリチュアル系が周りの感じを受け付けないので、なんか楽にやりたいことがやれちゃうってやつ、日本はなんかやらせないのが多いので、悪いこととかね、あの人に嫌な思いをさせることとか、やらせないって神からやるので、 やれないんですけど、大山積みとか、ああいう感じのやつはね、熱鳥系のやつはね、受付なんですねやらせないやつが、針でぶっ刺してくる系のやつで、重い王とかで、やらせないってやるんですけど、私のこの今、お風呂のやつもね、水がいっぱいになると、早く見に行くようにってね、伝えてくるのをぶっ刺す系でやるんで。でもこういうのを、大い、熱鳥系のね、大山積みとかだとね、ぶっ刺してるのがね、刺さってこないから、 何もダメージ与えられる感じじゃなくて、やりた方でやれちゃうって、やりたいままにやれちゃうってやつ。やりたい放題って言葉は違うって、やりたいままにって言葉で言わす。で、それでやれちゃって、大山積みっていうのはね、二つあって、なんか荒美玉系の方はね、とっても心が弱いっていうか、もうダメん、自信がないっていうのと、被害妄想の塊で、でかい物音とかなんか、 暴走族見ると自分のことをバカにしてるっていうか自分より上な感じで接してるみたいな勝手に被害者でね、自分がこんななんか、え、そんなの味わわされてるみたいな感じのやつで怒り、巻きながら怒る感じになって、それがデフォルトで、まずそれが多いんですけど、まあ、それはもうそういう人、愛媛県と広島ね、大山積みなので、こういうので。で、なんかそういう感じの人、おとなしい感じの人ってそういうのがデフォルトであるからで、からの、 大山積みの逃げ見玉の方が勝るとね、その受け付けないから、あと、その逃げ見玉がね、もう言え、大山の大将ってことが本当にぴったりなんですけど、この言葉は嫌いなのがいるから、ね、この言葉は言いにくいな、あるんですけど、大山の大将でもやりた方でやれちゃう。それに、なんか楽しいみたいな、楽しいっていうか、じゅ、俺やってみりゃ、十分、お前の、 ね、影響受けねえからってやつの、ん全部自分のやりたいようで、やりたいように俺はできるんだぜ、みたいな。ちょっとね、感じ違いますけど、ああいう感じの心になるんですよ。で、だからそう、大山津美濃、にぎみたも入ってる人、みんななんかね、舐め腐ってる感じの人。なんか和牛っていう人がいたじゃないですか。和牛って人のなんか、M1 に出て、そんな感じって言われたでしょ。神沼恵美子さんでしたっけね。 ああいう感じになるんですね。逃げみとも入ると。で、ええー、まあ、有吉さんも私ずっと言って、有吉ね。有吉はね、なんかね、さんって予防とさすのかね、やっぱいるんですよ、ね、私ね。私もちょっと大山積み混ざってると結構あるね。今日もちょろっと、ほんのちょろっとは混ざってるかな。で。うんまい、それ、これ、今、 根高教のげみ玉だろって全部ちょ。両方混ざってるので。あんま大山積みそこまで混ざってないだろうって。混ざってないわ。だから前から分かりにくいって。でもゼロではないでしょ雰囲気的なやつでそっちは言うなって。でね、もう、うん、やつ、長くなったけどこれでいいですかもうこれだともう、自我的にこれで終わっちゃうんですけど。次の大地震のやつ、早めで喋るか。4分以内で喋るか。 でおふ風呂の水まだだっていうとちょっと見てみましょうか。